伊藤健とか TV おい。まあ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 。今日はそういう感じの始まるんだね。始まりはこう。TV 今日の始まりはこう。こう。ここを。ここで、はい、ゼラメニティです。今日もありがとうございました、ありがとうございました。ゼラメニティと申します。はい、10月に向けて9月やりましたけども、はい、10月はちょっとないんですよね。そうですね。ただ、まあ、9月のこの2日間盛り上がりを経て10月もやってくれと言われてはいるんですけれども、うん、はい、まあ、ちょっとね今回2日間ゲストの方にも出ていただいて、はい、まだ新しいゼラモンを見せられたかなと。そうですね。ちょっと思っているところなんですけど、はい、どうでしたか今日も芝居。いや即興芝居がすごかったですね。あらそう、うん、あらそうなの。いやすごかったですね。そう、うん、ダース・ベイダーになりましたからね。だからね、ダース・ベイダーにはなかなかなれないよね。なりたくても。じゃあ今日のゲストの方を、お呼びします。ね、はい、ダース・ベイダーです。違う出てきたらびっくりするのねえ、中山彩花ちゃんです。どうぞ。はい、はい、どうぞどうぞ。2回目ですけどもね、はい、どうでしたか。楽しかったです。本当ですか、はい、本当ですか、はい、楽しかったですか、はい、だけ。え、なんか他にもあるじゃん、こういうゼロアメのお客さんはあったかいですとか。あ、そうですね、うん、ゼロアメのお客さんあったかくて、言わされてますよ。いや、あったかいです、本当に。2人ともかっこよくて、で、はい、はい、すいません。あ、あ、室井さんだ。室井さん、いや、やめよ。長くなっちゃうと、うん、とりあえずじゃあもう一人ね、今日ね、はい、即興に出てくれた方がいますよね。はい、しんちゃん、しんちゃん、しんちゃんじゃない、しんちゃんじゃない、しんちゃん、しんちゃんじゃない、しんちゃんじゃない、真ん中入れたやって。そうだ、しんちゃん、しんちゃん、はい、しんちゃんじゃないです。自分で自己紹介します。はい、普段はゼロアメの制作としてお手伝いをしている小林隼人と言います。今日はゼロアメ2人のご好意で即興芝居の方に出演させていただきました。ありがとうございました。おい、ちゃんと言えるようになったじゃない。すごいじゃん。なんか真面目だな。真面目、俺と一緒。俺みたい、なんか昔が今の俺を見てるみたい。で、なんかほら、言いたいことは。あ、はい、ですね、僕、ボブリン串田さんのミニシアター、あの人のあの時間という芝居舞台に出させてもらうことになりました。名前間違ってね。うん、正しくは小林ハヤトです。これは、向こう側のミスです。それについては後で僕から文句言っておきます。はい、よろしくお願いします。はい、すいません、直したのは僕です。伝えておきます。はい、日にちが21日の、最初が15時半から19時半あ、19時、うん、で22日が21日が2公演でしょ、うん、2公演です、うん、22日が3公演あります。3公演です。12時、15時半、19時、はい、待っておりますね。ます、初舞台ですのでね。はい、初舞台です。ぜひ見に行ってあげてください。めっちゃ緊張しますね。頑張っていただけたらな。そして、はい、なんか20日、今日はオープニングでちょっと歌わせていただきました。お、これこれ自分のこれさやかちゃん自分の曲でした。これさやかちゃん、さやかです。うぇーうぇーなんかね、なんですか、素敵なもんいいですね。アライブね、はい、もう本人の方が可愛いですけどね。いや、そうですよ、ね、あら、まあら、マクドキにかかってらっしゃるんじゃないですか。え、マクドキになっちゃった。で、こんな感じで今回ゲストに出ていただきましたけども、はい、歌とかいいよね。いい、歌入れてくのやっぱ、やっぱね、いいね、うん、締まる。お、ギュッと。お、そしてパッとなって、ドーン。いや、今日もいいね。こんな感じでゼロアメやってます。はい、やってます。皆さんぜひ道玄坂カフェに遊びに来てください。来てください。はい、ね、はい、演者の方たちの、ツイッターやらブログやら、動画の説明文の方にリンクを貼らせていただきますので、はい、皆さんそちら方もチェックお願いします。はい、チェックお願いします。じゃあ合わせていくよ、はい、せーの、道玄坂 TV バイバーイ。